にちは。オルカ鴨ヶ谷 C がお送りするオルカスマイルコミュニケーションラジオ、略してスマコミラジオ。担当は私オルカ鴨ヶ谷 C17番、木原梢と事務局白熊幸恵でお送りします。よろしくお願いします。さて、先日行われたプレーオフですが、第3節9月11日日曜日15時からカモリクにて静岡産業大学岩田ボニータと対戦し、2対0で勝利しました。プレーオフ参戦全勝の勝ち点9でプレナスチャレンジリーグ優勝を果たすことができました。試合当日、オルカとしてはクラブ創設以来おそらく初めての雨天となり、また同日鴨川合同祭りが行われておりましたが、カモリクにはチケットが完売となる1116人の方がご来場くださり、オルカに熱い声援を90分送り続けてくださいました。まさに地域全員で勝ち取った優勝です。応援本当にありがとうございました。チャレンジリーグで優勝したことにより、来季のなでしこリーグ2部自動昇格の権利も手にしました。正式にはリーグ理事会で承認され本決定となります。オルカ鴨ヶ谷 C は9月19日月曜日祝日の日から、茨城県ひたちなか市で行われる皇后杯関東地区予選に挑みます。昨年筑波大学に苦杯をなめ本戦出場が叶わなかった皇后杯、今年は本戦出場を目指してまずは関東地区予選を勝ち抜いていきます。皆さん応援よろしくお願いいたします。いや、雨の中の試合でしたが、どうでしたか、熊さん。雨はすごかったですね。すごかったですね。初めて、本当に2014年から県リーグ2部に参加して、ホームゲームでは、ホームゲームというか鴨川で試合をするときはほぼ雨が降ってなかったと思うんですが、そうなんです。初めての雨があんなに激しい雨になるとは思いませんでした ね、 まさかのね、雨で、でもすごかったですよね。台風並みの雨で、そしてセレモニーに行くにつれて激しくなるっていう本当に ね、 ね、祝福の雨と、そういうことですね。いや、でもね、あの雨の中でも1116人の方が来てくださったということで、本当にすごい応援でしたね。すごかったですね、今回もね、え、皆さん屋根があるとはいえ、雨と風でしたから、多分 ね、 ね、たくさん濡れちゃったと思いますけど、セレモニーまで皆さん、ね、結構残ってくれてました、ね、残ってくださいましたよね。一緒に最後写真を撮って、はい、喜びを一緒に分かち合えたんですけど、はい、今回は、君津の松林高校と、はい、クラブチームアトレチコ君津のサッカーに残って子どもたちが応援に駆けつけてくれて、約100名の応援団、ね、すごかったです ね、 ね、花道もね、そうですね、両脇に立ってくれてやってくださいましたね、はい、いや、嬉しいですね。ああいうのが本当に力になりますね。そうですね、いや、皆さん、お祭りの途中で抜け出してきたみたいな格好の方もいらっしゃいましたよね本当にね、松林高校とアトレチコのみんなもそうですけど、はい、スタンドの方もその応援に合わせて、そう、一緒に音を、ね、鳴る子を鳴らしてくれたりね、手叩いて声出してくれたりして、みんながこう一体となって、本当にすごいホーム、そうですね、ホームの雰囲気をみんなで作り上げてくれてる感じで、本当にね、地域全員で勝ち取った勝利なんじゃないかなって気がしますよね。はい、あんだけ応援してもらえたら、本当選手もね、足が止まらないですよね。聞こえますよ。聞こえます。あれ、好きなのやってたの分かりました？あれだっけ、あれ、あれ、舞台がやってくれてたやつですよね。そうです。愛してるぜウィアオールカってやつね。それ聞こえてきた瞬間に、あ、コズさん聞いてるかなとか思って。あれいいですよね。大好き、大好きコズさんが頑張ってたらそれ歌って、うん、お願いしたいですね、はい、いや、本当に雨でね、寒かったですけど、そうですね、終わってからね、寒かったですけど、なんかそれに勝る喜びで、そうですね、応援、何ですかこれ、チャンピオン T シャツ、そうチャンピオン T シャツもね、すごいですね、ブランデさんが作ってくれて、ああいうのを着てこう
ね、やると本当に優勝したんだなっていう感じになりました、ね、どうですか昔のなんかこう記憶とか蘇ってきました、うん、いやあのね昔レッツレディースで優勝した時に2009年だったかな、うん、優勝した時になんかあのボードの前でさ、はい、みんなでカップ掲げるじゃないですか。それの時に私じゃないんだけど私の仲いい人がこう、はい、カップを掲げるキャプテンと副キャプテンの後ろに立ってた人が、うん、こうやってこう、うん、おーえーってこう掲げた時に顔が隠れちゃって、うん、それがなんか優勝ポスターになっちゃったみたいな。だからそれはすごい言った、うん、あの隠れないようにね、そうそうそう、これにこうカップ上げるからここに絶対立たない方がいいよって写真残るからねって言って、あとこう行ったぞなでしこ2とかやるじゃないですか、うん、そしたらこう前の方の人が手をこう上に上げちゃうと顔隠れちゃうじゃん、うん、2列目3列目の人の、うんうん、だから前の方の人はこう前に突き出す感じでやんだよとか言って、すごいすごい、それみんな知らないですよね、でもこういう経験ってそんなに、だからそれは言った、すごいすごい、それぐらいかな覚えてるの、うん、いやでも本当にね、うん、楽しかったですね、楽しかったですね本当にいろいろ盛りだくさんでね、うん、最後のセレモニーもね、松木さんが、うん、面白かった、なんか2点入ってさ2点ともにさ最初ヨッピンにさあのシュート初めて見たよとか言って言ってさエリコにもさあのシュート初めて見たよ、あれはもうお決まりのあれですか ねあるのかなパターンがね、うん、はい、でもすごいね、あんな雨の中でもこう出てきてくれて、うん、ね、インタビューの時とかさ監督にこうやって傘差してあげてたね松木さんが傘差してると思ってめっちゃ面白かったです ね、 そうですね、なんかテレビで見るまんまでしたよね、うん、そのまんまでしたね、あと三立さんがそうですよ、ね、えすごいですね、あんな賞金とか経験ないね、うん、そうなんですか、うん、今はねなでしこリーグ優勝したら賞金あるけど私たち昔ね優勝した時なかったんですよ、うん、あそうだから興奮しましたねお金のためにやってるわけじゃないけどねまあご褒美ということで、びっくりしたびっくりした、うん、ね、あんなボードを持つのもなんか嬉しいですよね、そうですね、はい、次の試合は9月19日月曜日14時キックオフ、対戦相手は慶応義塾大学と大東文化大学の勝者です。場所はひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 B です。皆さんの熱い声援が選手の力になります。皇后杯予選も応援よろしくお願いします。それでは今日もメッセージが届いていますので読ませていただきます。ナカピーさんからのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。コズさん、クマさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。このメールはプレーオフ最終戦の帰りに書いています。強い雨の中でしたが最後まで攻撃の手を緩めず戦う姿はかっこよかったです。危ない場面もありましたが有馬選手の神がかりビッグセーブで救ってくれました。難しいコンディションの中でもしっかりと崩して先制して相手のチャンスも作らせない試合運びはチャンピオンチームにふさわしい試合だったと思います。振り返ってみると初戦が全てとよく言いますが本当にそうだったように思います。あの初戦で勝てていなかったら2戦目3戦目でまた違った戦い方になっていたと思います。3戦目は勝ちが絶対条件みたいな精神的に難しい状況だったかもしれません。いや本当に良かった。改めて昇格おめでとうございます。皇后杯も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね、プレーオフ最終戦の帰りにまだホットのうちに書いてくれたんですね。いやでもまさにこのコメントの通りですよね、うん、本当に本当初戦ね、あの逆転勝ちがあったからこそこう気持ち的にね、うん、本当に精神的に優位に進められましたね。そうですね、うん、やっぱ早い時点で点が入ったのも結構あれですか、良、うん、かったですか。いやすごく良かったと思いますよ、うん、私もまあ安心して、ね、そうですよね、があったけどそうずっと入らないでね、焦っちゃうよりね全然もうすごい楽です。雨だったからすごい心配で、うん、なんか何が起こるか分かんないじゃないですか、うんうん、そういうのがすごい怖いなと思ってたけど、うん、でもなんか安心して見れましたね。本当ですか、はい、いやあの2点目が入った時にやっとなんか決まったって感じやったって思ったけど、でもそれまではね 1-0 だと何があるか本当に分かんないですからね、うん、次です、
大正ロマンさんからのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。小津さん、熊さん、こんにちは。大正ロマンです。プレーオフ第3戦、オルカが 2-0 で2対0で静岡ボニータに勝利。これでオルカがナデシコ2部リーグ昇格が確定しましたね。おめでとうございます。そしてサポーターの期待に応えてくれてありがとうございました。自分も職場から応援の言霊を飛ばしつつ勝利を祈ってました。白衣の下にはオルカの T シャツを着込み、さらにオルカのタオルも持ち込んで、そしてスタンドにいるサポーターになりきれるよう前売りで購入したチケットも持ってね。本当応援していてよかったです。ありがとう。オルカ鴨川市、これからも応援し続けていきますよ。雨の中での試合でしたからね、風邪ひかないよう気をつけてくださいね。スポーツ選手は自分の体調管理が基本ですから、何はともあれ優勝&2部リーグ昇格というダブルの喜びを与えてくれました。七夕の願いを叶えてくれてありがとう。オルカ鴨川市に栄光あれ。これからも頑張ってくださいね。大正ロマンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、こうやってね、来れなくても ね、 そうですね、職場から遠くからいろんなところからね、あの勝利を祈ってくれてるサポーターの方がいるからこそ、本当ね、スタジアムに来てくれた人は1116名かもしれないですけど、ね、うん、こう陰でね、そうですね、ずっとその何倍も応援してくれてる方たちがいると思うと、はい、本当に心強いですよね。はい、七夕の願い叶えられてよかったです。いや、よかったです ね、 ね、ありがとうございました。次です。ビッシュさんからのメッセージです。ありがとうございます。誰監督がなんか言う。ビッシュさん、いつもありがとう。ありがとうございます。9月11日前半、ヨッピ選手が先制ゴールを決めて、スタンドがうおーって盛り上がりました。後半、エリコ選手が1点追加して安心したうおーの先制戦になりました。勝利の後、また雨が激しくなり、選手の体が冷えないかとても心配でした。お揃いの白い T シャツ、かわいいですね。遠くて字が読めなかったですけど、メディアも増えたので、次回からお立ち台があると監督や選手の姿が見えて嬉しいです。スタンド席からはメディアの後ろ姿しか見えなくて残念。8月28日配布のオルカバッグ、持っていた方もいましたね。3年間コツコツ積み上げてきた苦労が実ってよかったですね。ゆっくり休んでほしいですが、皇后杯も控えているので、無理せず怪我なく頑張ってください。ずっと応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ウォーってあのどよめきがすごいですよね、うん、すごいですよね、本当に、うん、あそこにそれはいる人しかこう、うん、味わえない ね、 そうですね、こうなんかシュートをするたびにとか、うんうん、キーパーがこうセーブするたびに、うんね、スタジアムがウォーっていう、ね、あのどよめく感じがたまんないですね。たまんないですね。うん。お立ち台があると、そうなんですよ。あの即あのクレームが入りましたよ。あのスタンドから見えないです。そうですね、写真撮ってる時にね、すいませんって、うん、でもじゃあ次はあれですね、ぜひ来季はお立ち台用意しちゃいましょうか、ね、そうですね、運営責任者の熊さん、はい、誰かにお立ち台をね。そうですね、買ってもらう、はい、作ってもらう。そうですね、ですね、はい、オルカバッグ皆さん気に入っていただけたようですね。そうですね、この間の試合の来場特典ということで、来れなかった方には申し訳ないんですけど、ね、また ね、 ね、あの好評なら、そうですね、あのグッズとしてまた販売したりとか ね、 ね、 できたらね、はい、うん、あれにこう缶バッジけたりとかね、そうです、今回の来場特典 の、うん、あのクッション、あ、クッションシートみたいなのを入れたり、オルポン の、 そうです、ね、あのあれ、うん、パン、あ、そうそう、入れてきた、いろいろとね、うん、試合に行くときはメガホン入れたり、ね、タオル入れたり、雨の時はカッパもいるし、ね、あ、カッパも、そうです、ね、それがいいかもしれない、ね、いろんな使い方大丈夫かな、お手下げ小さくないかな、はい、あれはね、ここはあれはあれ、自分のカバンとあのトートバッグを持つみたいな、そうですね、2つ持って財布とかはカバンに入れて、はい、ああいうのはちょっと感染グッズを入れたりしてね、はい、いいですね、ぜひ活用してほしいです。ありがとうございます。はい、次です。近藤さんからのメッセージです。ありがとうございます。ありがとうございます。なでしこ2部祝昇格おめでとうございます。私、千葉県在住浦和レッズレディースのサポーターです。いつの日か対戦を楽しみに待っております。北本 GM 兼監督、頑張ってください。応援しております。ちょっと呼びましょうか。今 いましたよね。ちょっと前、監督います、北本さん。
残念電話対応中でしたね、すいません。北本監督に伝えておきたいと思います。すごいですね。ねえ、すごいですね。千葉県在住のベッツレディースさん、私のことも応援してほしいんですけど。してくれてますよ、大丈夫大丈夫、ね、監督も最後言ってましたからね、うん、ああ言いましたね、なんか自分のいたチームと やってあの勝つぞみたいな言ったんでしたっけ。言ってましたすごい強気な発言です、はい、でもあの関東予選で、うん、レッツレディースユースとやる可能性もありますよね。お互いに勝ち上がればありますよね。準決勝ぐらいで当たるかもしれないですよね、うん、で本戦に行ったら行ったで ね当たるかもしれないですからね、うん、楽しみですね。楽しみですね。いや、とりあえず皇后杯の関東予選、うん、そうですね、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。あの他にも誰々選手に何々を聞きたいとかあったら、うん、そういうのもメッセージくれたら私が聞いてくるので。なるほどね、そうですね。くまさんのね、くまさんの趣味は何ですか、はい、あと誰々選手の好きな食べ物は何ですかとか、うん、そういうなんか質問があれば個別にでも私がインタビューしていきますので、ぜひメッセージどしどし送ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではオルカ鴨川 C がお送りしているオルカスマイルコミュニケーションラジオ第14回目もお聞きいただきありがとうございました。お相手は17番木原小杖と事務局白熊ゆきえでした。それでは19日ひたちなか市でお会いしましょう。さようなら。